はい、中村ゆめきの、だし巻き卵を作りますコーナー、これです。これを使います。はい、いってみましょう。油を、はい、油をちょっと入れてあげます。で、油をこうね、じゃあこれ僕の地元の、名古屋高知の卵です。で、まあ、めんつゆいきます。ピッ、1個、はい、2個、大さじ2杯大さじ2杯入れてきます。これ大さじか、これ、これ大さじじゃねえぞ、なんだこれ、大さじ、これに2杯今大体で1、2、はい、お水を1杯、はい、お水を1杯です。で、ここに刻みネギも、ネギも入れたら美味しいと書いてあって、ネギを入れます。はい、入れてパラパラしたら、これを混ぜる。なんか混ぜすぎも良くないって書いてありました。これぐらい入れる。あー、こぼれちゃった。これぐらい、いいかもね、今いい感じに、ほら、見えますか、最初はどうなるかと思いましたが、ちょっといい感じに逆になってきたんじゃないの。全然重たくなって、全然ひっくり返せんくなってきた。絶対うまいと思うんだけど。できました、奇跡の。はい、皆さんに乗せます。うわ、すごそう。食べ、危ないよ。じゃーん、できました。だし巻き、だし巻き。